はい、皆さんこんにちは。魔法を信じる会のコーナーがやってまいりました。本日はですね、なんと旭川に来ておりまして、聞いてる方は日本撮りだということはおありだと思いますけどもね、ショー終わりまして、その後、レクチャーも終わりました。そんな形で少数精鋭でしたけども、なかなか素晴らしいメンバーたちとマジックの話をできまして、今日は、今回のオーガナイザー全てを取り仕切っていただいた、飯浜君に来ております。どうもこんにちは。どうもよろしくお願いします。はい、そういうわけでね、もう大変だと思いました。いいですね。まあ、ジョークで言えば、ね、パチンコ買ったらもっと良かったと思うんだろうけど、まあ、それはね。全然ですね。でも、本当によくやってくれてまして、僕が旭川を好きになった原因っていうのが、もう、それこそ飯浜君のおかげだと思います。いやいや、もったいないです。これね、でも、すごく大事なことでさ、その人の、そのね、生まれた時の人、その子で暮らしてる人たちが、すごく少しだけ、でも、すごくでもなくてね、少しだけ頑張っただけで、そこの印象すら全て良くなっちゃう。でそれを考えたら、今回の飯浜君のおかげで僕は旭川とか北海道自体が好きになった。いやー、ありがとうございます。本当です。ますます沖縄行かなくなるってのは問題なんですよ。怒られちゃいます。はい。まあそんなわけでね、もう時間はね、1分経っちゃって、今回はその話を言えなかったんですけども、はい、魔法を信じる会では、今回の総決算という形で、ショーとレクチャーの話ね、これを少し掘り下げていきたいと思います。はい。はい。うん、でやっぱり僕はね、せっかく飯浜君と会った時に、まあ、これだけよくやってくれてるし、まあ、肌も合うし、まあね、まあ、いい、なんだろうな、年代的にもいい、まあ、後輩なんですよ。それを考えた時にたくさん教えていきたいなと思いました。ありがとうございます。でも教えるって言葉とか、まあ、もちろん会員さんとしてね、 MOJ の会員さんとして覚えてもらうこともあるんだけど、一番いいのは実践がいいんだ。そうですね、うん、で実践を見せました。2つの実践を見せました、はい、うん、でここからはちょっとクイズ形式になります。クイズ形式ですか、うん、分かりやすいクイズだよ。はいはいはい、はい、うん、どういうことかというと、例えばショーの時、はい、やっぱり見て、はい、さあそうだな、最初はクイズというよりかね、どう考えたか思ったかじゃないね、はいはい、どう考えたっていうのは、はい、最初のスタートラインの時にどんなショーをやると思いました。もうやって終わっちゃった後だから、はいはい、あれかもしれないけど、どういうことをやるだろうなと。まあ前にね、はい、半年以上前に1回来て少しはやってるんだけど、はい、なんかそのイメージっていうのがあるんじゃないかと思うんですね。今回はですね、うん、どうというか、うん、気にかけていた部分がありまして、うん、それが聞きたい。そう、前の会場はまあ、マジックやられてる方だとあると思うんですけど、はいはいはい、後ろが壁だったんですよね。そうだったね、まあ、ガラス張りは、うん、ガラス張りですよね、でも2階だったので、うん、簡単に言えば後ろに人がいないってことね。そう、うん、はい、そうだったんですけど、うん、今回は、まあ、後ろにお店のカウンターもありましたし、うん、して、まあ、やられるネタも、まあ、事前に私教えてもらっていたものもあったので、うん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 、その部分をどうクリアするというか。あ、そうね、後ろからね、うん、大丈夫なのかなっていうところが、いい質問ですから、これについてまず一つ答えましょう、はいはい、後ろから見てて大丈夫なのかって誰も思うよね、はい、後ろからだったらネタ見るんじゃないかとか、うん、ネタを見ようとするんじゃないかとか、はい、でね、まずここでね、一つ変えなきゃいけない考え方、後ろの人たちは、はい、後ろから見たいんじゃないの、前へ行ってみたい。あ、だから、はいはい、前へ行って見るような環境のマジックを作ってあげると、はいはい、後ろは見たいんだよ、はいはい、だから結局僕らがさ、マジックやってる以上はそのネタに関する部分、はい、実際僕らってパスを使ったりハーフパスを使うでしょ、うん、そうするとやっぱりそれはネタではないにしてもネタのようなことをしてるわけだから、はいはい、嫌じゃない、やっぱり後ろにいられると、うん、でも逆を言うと、その彼らは、彼女たちはそれを見たいんではなくて、はい、何をやってるか見たい。あ、だから視線は前に行ってるってこと、まず頭に入れること。なるほど、後ろを見たくない、はい、でもう一つ言うと、例えばその、まあ、技法を使ったりなんかいろんなことをして、はい、いろんなね、後ろから見られるんじゃないかって心配があるだろうけど、うん、問題はね、もっと細かく高度なことを言うと、はい、右後ろにいる人たちには右後ろに強い技法を使ってる、うん、左後ろには左後ろ、はい、例えば正面にお客さんがいてね、右と左に行くよね、はい、そうしたときに左側の人、例えば自分から見てよ、はい、左側の人に、僕が左利きだから、はい、みんなが反対からね、考えたときはトップスイッチじゃなくてパスを使う。で逆に右側の人には、トップスイッチを使う、はい、うん、ただそれはどういうことかって言ったら、使うのはどっちも使ってんの、はい、問題なのはその人たちに死角になるようにそう使ってるってことなんだな。うん、ネタが見えない位置で使ってると。うん、でもネタが見えないでマジックが見えなかったら、みんな覗き込もうとするんでしょ、
だからネタが見えないでマジックを見せてるときには顔はその人と思ってるわけ。なるほど。だから顔反対に見るとは、これね、みんな案外知らないすごいことなんだけど、うん、要するにパスをしたりとか、はい、エルムスレカウントをして見せるときっていうのは観客は見やすい人と見づらいが違うよね。ありますね。見づらい人たちを覗こうとするときにカード見なくていいんで俺を見ればという形でそっち側に顔を出したりとか。なあ、見やすい方と必ず反対側にあるんだ。はいはいはい。これがまず重要なポイントで、はい、後ろとかそういうことを気にしないでいい理由なんだよね。はいはいはい。他に何かある？例えばなんか気になったこととかあんまないかな、そこら辺は。気になって あれ、ま、は昨日ちらっと、はいはい、いい話してたんですけど、うん、まあ、マジックやる側としては、うん、変な話も自己満足ではないんですけど、うん、そのテクニックとかも、はいはいはい、身につけたい、うん、ただお客さんの立場になった時に、うん、一体あれだけあったレパートリーの中で、うん、どれが一番受けるんだろう。ああ、うん、その部分ですよね。これはね、はい、今回の場合っていうのは、実際今回やった会場、まあ、今回この話だけど終わっちゃうと思うんだけど、はい、会場というのはね、なかなかマジックをやりづらい環境なんです。そうですよね。入り口を入るとカウンターがザーッとあって、はい、カウンターを超えた奥に、はい、まあ、一応なんかボックス席のようなものがあるんだよね。ありましたね。あそこがちょっと嫌です。二人掛けで何かショーを見るような正面にあって、はい、正面にピアノがあって、はい、その奥に完全なボックス席がある。そうなんです。はい、ここでエンターテインメントをやるってことを考えた時に一番やりすぎるのはカウンターバーの、はい、バーの中なんです。はいはいはい。だから僕は最初行った時にああようやく分かったと、こういうとこかっていうふうに考えて、はい、これはクローズアップマジックをやったらうまくいかないと。はいはい。でウォークアラウンドというね、はい、要するにお客さんたちが立食パーティーやったりなんかの時に歩きながらやるマジックのショーのケースが一番いいだろうなっていう形でこれを出しました。はいはいはい。でその時にただみんなが注目を浴びた時は一点に集めるものが必要なんで、うん、真ん中から前にテーブルを移動して移動しますね、客席側に移動した上でクロスアップテーブルをやる。はいはい。と同時に、真ん中の、230度ぐらいかな、囲まれて見られちゃうんで、はいはい、これは後ろに物を置けないっていうんで一番後ろのピアノの上に道具を置いたんだ、はい、雑然と雑然と置いてましたね。これがウォークアランドのすごい大事なところで、はい、クローズアップステージだとテーブル上に綺麗に整然としてて照明ライトがなきゃいけないけど、はい、ウォークアランドってのはね、ドロンコの大雨降った時のダート競馬をやってるみたいなもんで、はいはい、どっからでも来ないんだよ。はい。だから演技をやると一番最初の時にお客さんの真ん前に行って、はい、それもなるべく知らない一元さんの真ん前に行ってそこから始めた。うん。で最初はカードの強いやつやってカード食っちゃったりとか、はいはい、うん、そのうちにだんだんと正統派に混ぜていってって、ね、はいはいはい。で一番遠くにいたお客さんが後から入ってきたお客さん、はいはいはい、ちょっと、うん、あれでしたね、ちょっとやりにくそうでしたね。全然ああいうのこそ美味しいかもなんだあ、なるほど。ビッグファイトをしてくれる。はいはい。で問題なのはそういうお客さんが来た時に、うん、全く身近じゃない場所に置かれちゃってるでしょ、はいはい、そうするとこのお客さんが来た時に彼らは見づらいから、はい、このイベントは煩わしいみたいな、うん、多分イベントの内容を知らないで来てるかもしれない。あ、可能性ありますね、うん、はい、だからそうなった時にじゃあどう扱ったらいいかっていうことは、はい、そこをターゲットにしたショーを作ってあげればいいんだ、はいはい、だからリングを出して反応を見た時に、うん、これ持ってる人いますよねって、うん、持ってる持ってるっておじさんが言ってから言ってました、そこの真ん前に行ってあげる、はいはい、で真ん前で演技する時の重要なのは一番反対側に、マジッククラブの結構年配がいたでしょ、あ、年配の彼が ね、はいはい、来てくれた、はい、そうするとそういう人が来てくれた時にその人とアイコンタクトをして、あ、先ほどの理論ですね。そう、はいはい、そして、一番手前の人に見せると、はい、だからそういう中で会話をするときに遠い人とか見づらい人、はい、マジックが見づれづらい人たちを中心にやるからこそ、うん、ショーが成り立っていると思ったらいいね。なるほど、うん、だからここら辺の話ってのは、ね、話すと本当長くて、はい、10分のラジオ番組だとできないんですよ、やばいですね。だからレクチャーだって今日ね、昨日かレクチャーを3時間、はい、4時間やったけど、はい、足らないの。足りないですね、本当はね。だからニュアンスで分かってもらうためにはいっぱいいろんなね、うん、分かりやすい要素を入れるので、はい、皆さんもこれからそうやって見てほしいなっていうのが俺の気持ちなんだよね、うん、はい、まあとにかくそのキーコ船長の宴で、はい、楽しいショーをやらせていただいて、いやーありがたい限りです、うん、ね、はい、まあ僕のまあ変なのばっかりで、いやいやいや、うん、カードを勝手に弾いて覚えちゃうとかさ、いやいや、うん、メンタルコースとか鳥肌ものですね、うん、そんなのばっかりでしたけどね、はい、まあ、それでも札幌の門脇君かな、はい、随分楽しんでくれたようでいただきました、はい、さあ、まあ、いろいろやりましたけど時間になってしまいましたのでまたここでね、いいショーができるということを楽しみにしております。
でお別れしたいと思います。それでは魔法信じる会、また来週です。どうもありがとうございます。どうもです。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。